そうなんですよ。みんな自分塾って言うとむちゃくちゃ大げさに考えがちだけど、これもう自分塾なんです。なんか自分塾っては何か金字塔のようなミッション、ステートメント、人生とはみたいな、なんかちょっとそういう風に感じがちなんだけど、実は、このコーチングとカウンセリングルーテを 一気通貫してやれるところもなかなか少ないんじゃないかと思います目的目標なのためにじゃあ具体的に何が起こってたらそう思えるっていうのを引き出す本当にやりたいこと発見するその時のヒントが過去のプラスマイナスになります上からでもなく下手でもなく横なんだけどむちゃくちゃ大事なのはこの横ばかりいただく向きが同じ方向を向いてるむちゃくちゃ大事なんですよ人間って向き合うと分析するんですよつまりゲームをやっちゃうんです 旅行だったらここ行きたい。 例えばスーパーに行ったらこれ食べたい。こういうのが自分軸なんですよ。そういうところに自分軸だ、自分軸があるんだっていうところにイ、イエスイエスイエスを言っていきたいですね。なんでないんだろうどうしてわかんないんだろう自分軸がない、自分軸がないじゃなくて、なんだコンビニ行ってもちゃんと欲しいもん、食べたいもんわかってんじゃん。これ自分軸。ここから育てていきたいんですね。さあ、こんな風に旅行だったら行き先。そして理由があります。行き先というのは別の言い方したら本当はどうなった ビジョンとも言いますね。そして理由、どう過ごしたいかは何のために行きたいのか、価値観とも言えます。こんな風に旅行だったら私たちは価値観やビジョンとていう大げさな言い方しないけど価値観やビジョンあるんですよ。ところが私たちの奥が自分の人生や仕事で価値観やビジョンがない。そして私は佐々木さん言ったように、この 価値観とビジョンを合わせて自分の軸と言います。実際私がアメリカでコーチング学んだとき、コーチングは 2V、2つの V を引き出すのがコーチングって言われました。ビジョンバリュー。で、そこから着想を得てるんですよ、実は。で、ビジョンは未来から。 そして、バレオは、日々の生活の中から。実は、両方あって、いいし、どっちか一個だけでもいい。で、これのことを自分にく。ところが、私たちは、つい左側の、えー、目標達成の方に忙しい。つまり、学校行ったら、さっきの、ね、大ちゃんのように、いい点取るように、えー、会社行ったら、いい成績取れるように、成果業績出せるように。つまり、ハウトゥーにはすごい、たけてるんだけど、何のためにやったらどうなのわからないけど、学校や、親や、大人や、会社 やうまんまなんんなですだからこれから自分軸見つけていきましょう。私たちはどうしたらは得意だけど、つまりやり方はどうしたらうまくできる、早くできる、効果的できる、どうしたらは得意だけど、自分軸。何のためにどうなりたいからがないまんま。では次のページこれが明確になってくると、判断行動指針としての自分軸でやる気能力やり方が出てきます。 まぁちょっとだいぶ前の話なんですけど、ある地方で四天王に入る会社。まあむちゃくちゃブラック企業で、えー、なんか、まあカーディーラーなんですけど、あの、親が死んでも線香をあげたら戻ってきて車売れ子供の運ど会か行ってる暇があったら車売れ 自分が売れてても隣のやつが売れてないのになんで買えるんだ手伝って売ってこい。まあ何を売っても売れ売れ売れって言われて、そういうまあ圧がかかったブラック企業の経営者、そして管理職、営業マンのコーチングした時に、今まではトップダウンでやるんですよね。経営者がこのキャンペーンで数字出せ。でも現場でそれ言われてもこれうちのエリアじゃこんなの通用しないよみたいな現場なんですよ。これを180度変えてきました。 まず私自身が経営者がどうしたいのって引き出すのはあるんだけど、拠点長からもどんなお店にしたいくばかりじゃなく、一人一人のメンバーからどんなお店になったらいいか。で、なんかそんなビジョンとかバリューみたいな、そんな考えてるような子たちじゃないですよっておっしゃられるんだけど、昨日まで高校出たばっかりとか、まだ短大出て数ヶ月の女猫ですら、このお店どんなお店になったらいいって、ちゃんと真摯に真剣に聞き、耳を傾けて聞くと、あるんですよ。 うちのエリアはお年寄り多いから、こういう小ぶちゃ出したらいいんじゃないかとか、茶舞台があって、こういう座布団があると安心して、長時間行ってくれて買ってくれるんじゃないかとか。うちのエリアは子供が、ちっちゃい子供が多い、若いね、ご夫婦多いから、こういうおもちゃがある方がいいんじゃないか。アメちゃんがあったらいいんじゃないか。実はどんな人でも、精度や解像度は低いかもしれないけど、本当はこんな店になったりこんなチームになったり 本当は、こんな風にお客さんに喜んでもらいたいっていうのはあるんです。ところが、上からトップダウンで自分軸指定してくると、それが押し込めた状態。それを180度出すようにしてきました。押したら本当にキュッキュッとしてた職場が本当に明るい職場になるばかりじゃなく、みんなでアイデア出して、こうやっていこうっていうのが出てきたんですね。じゃあ自分軸引出すヒントのどこにあるかあったら、過去のプラスマイナス、ミ未スのプラスマイナスなんですよね。一番左下の過去のワクワク、充実、得意、成功。 こういう過去のプラス体験をありありと解像度高く思い描いていくと現在の価値観が出て未来のビジョン。一方で過去の辛いきつい苦しい延長線上にそれの何が嫌いか。そのまま行っちゃったら嫌な人生辛い仕事になるんで裏返してどうなりたい。こんな風に過去のプラスマイナス、まあ。とりわけ過去の楽しかったことを思い出すことで未来が出てきます。 実は、えー、自分軸って大きく4つのレベルがあって、人生全体、ライフレベル、そして生涯の仕事、キャリアレベル、そして現職レベル、今のポジションや役職、そして案件レベル、1個1個のプロジェクトごと。で、大事なのは、さっき大ちゃんが言ってました、頭でわかるけど、心が動かない。つまり、一番下のセレトニン、オキシトシン、ドーパニンが動いてないですね。想像したとき、 大脳進出思考レベルじゃなく大脳変見とって感情レベルで本当に心からホッとしたりつながり感じたりワクワクするっていうこういうフォロムが出てないと心動かない。想像するときに大事なポイントは意識思考で考えるんじゃなくてこの意識では個別具体なエピソードですね今の過去の楽しかった場面をちょっとありありと想像していただきます。そして身体感情レベルで 体感情にもう熱が湧くぐらいありあいと思い出していきます過去の無意識レベルで,で。この無意識レベルで思い出したまま、じゃあ、こういった要素が未来実現したとしたらどんな要素がいいかっていうところまで、未来までイメージしますんで、わ、なんでこんな未来が出てきたんだろうっていう未来を、 個別具体で想像していただいて、それを意識化言語化して、あの自分軸見つけるやり方、本当に私は世界史ある自信があるのはなぜなら42年間見つけてるんであるんですけど、まあ、その何百数一の今日一つご案内したいのは、一回制約ない未来を想像することによって、1、そのままかなり人5%ぐらい、に、 形空きを書いて叶える人15%ぐらい、3、80%ぐらいはそのまま叶えるというよりはそれの何がいいのか価値観を引き出して日常に生かしていきたい方で、みんなそう制約なく発想するとどうせできっこない夢なんか想像して落ち込むだけだからダメって思いがちだけど、一回それを脇に置いて発想してほしいんです。あるヤンキーの高校生。何の制約もなかったら何やりたいあれですか アメリカ留学してミュージシャンでもなってミュージックテレビで演奏したいっすね。言ってるお前は全然練習もしてないし、アメリカ曲やるんだったら英単語5000、こっからじゃあとか言うと、英語やるんすか俺バカすからやっぱ無理っす。本人が言ったまま白ろうって言ったら落ち込んだりする可能性は高いんだけど、ありありと想像したんですよ。ミュージックテレビで演奏してるシーン、何が見える 5万人のドームで、白人黒人エイジアンがいて、黒人ボーカルが15人で、ローランドのピアノがいて、君は、オラスカ、ってベースこんな風に弾いてます。ありありと本当にその5万人いるのを妄想しきった後、これの何がいいかって聞いたら、言葉を超えた一体感がいいって出てきたんですよね。じゃあ、言葉を超えた一体感ですぐできることないって聞いたら、 そうっすね。近くに国葬交流、国際交流会館あるからそこでなんか外国人留学生と一緒に歌を歌います。アクションしますかすぐします。英単語5センチと気が重いけど、なんか言葉こう言ったら言ったからすぐ得れそうだから、行っちゃったら、白人黒人がほとんどいなくて、タイ、台湾、中国、韓国、インドネシア、ベトナムでタイ人が好きになっちゃって、タイに遊びに行ったらいつの間にか、 体屋体に惚れ込んで体屋体を経営する経営者になっちゃった。こんな人のことを夢崩れた人と言いません。言葉を超えた一体感という価値観を体屋体という今まで思いも売らなかった形で夢を叶えた。つまり自分塾は描いた通り叶えるのが20%、80はその要素を日常に活かしていきたい。でもそんなの叶えこないからってブレーキをかけちゃってミュージックテレビで5万人には想像できないけど 近所のローカルの20人ぐらいのライブハウス頑張ってそんなもんかなって言ったらあんまり一体感感じらんないから価値観が出てこないので一回妄想しきって価値観を出し切ってほしいんですね一日研修したらこの講座分をがとたにします <laughs> イエーイ